さてそれではいよいよ初めての試み。ゆずキッチン、ゆじょずキッチン、ゆじょずキッチン。今やらなきゃいけないことの一番は会社の決算作業。もう遅れてるんですけど集中してできません。もうよそごとやっちゃおうかなということで料理します。ここにスパイスカレーを作ろうかと。ちょっと時間がかかるので後でリサ編集してね。私の愛用しておりますこの薄でやっていきます。まずカルダモン、レシピは頭の中にあります。イエローマスタードです。香りはそんなにないんですけど、これを後で炒めると香りが増します。でローズマリー、コリアンダー、これはもう粉末になってるんで後で入れます。本当はクミンシード種が欲しかったんですけど、ここでしか今ないので。あとこれね、シナモン、シナモンもこれ砂糖入ってるやつ、砂糖入ってるかな。オッケー、これをひたすらひたすら、おお、いいですね。お肉がありますね。今回ちょっとロースの塊を使ってポークカレーを作っていきたいなと。この肉を煮込むときに前もって、下ごしらえするのにいろんなやり方がありますが、僕が好きなのは普通に塩コショウでしっかり焼いて旨味を閉じ込めると。茹でてからやる人もいますけども、僕は焼いた方が好きですので焼いていきたいと思いますが、喋りながらだと段取りがむちゃくちゃなので、さすがリサちゃん、僕の愛用の牛刀です。本当はねこれぐらいやっと研いで研いで使いこなしてこんなになっちゃいましたが、牛刀で。肩ロースがね、こんな風に腹の肉も取れればいいんだけどな。本当に塩コショウしていきます。サラダ油でいきます。大満足ですよ。ちょっとカメラ動いたな。こんな感じ、こんな感じだよ。まずニンニクです。こまめに焼きましたよ。焼いております。はい、香りが強いんで国産ニンニク、まあこれぐらいにしときます。ニンニクが好きですけど、本当はもっと入れたいけど、料理はね、食べる時も作る時もこれがないとおいしいものができないんですよ。綺麗です。なんか喋りながらやろうと思ったんだけど、なかなか喋りながらって難しいな。何カレーにしよう。ココナッツ入れたい人。はい。あ、そう。今回はじゃあココナッツ入れたいと思いますね。ココナッツオイル。今からスパイスを炒めます。加熱したココナッツオイルの中に入れちゃうと焦げてしまうので、冷たいところからオリーブオイルでニンニク炒めると。
ここに炒めます。これ、これ売れる。見えんか。この辺か。で、これはちょっと置いておきます。これだけ肉があるから、ね。鍋2つに分けます。今こんな状態で、それ。肉だけ。半分ずつね。もういい香りがしてきてるよ。まあリサのリクエストでココナッツ入れますか。これね、ココナッツミルク高いのよ。リサの給料から引いておきたいと思います。下落ちしない。ちなみにこれね、昨日の夜中に作ったイワシの梅カツオ煮です。うまいよ。ここへココナッツの缶詰を入れます。こんな感じだね。それで、さてこのウコン使い切っちゃうんだけど、これ自家製ウコンなの。これ黄色くないでしょ。これちょっと使い切っちゃうんですよ。クミン、ターメリック最長白いカレーになるね。はい、見えない見えない。あと唐辛子とこれで、これを辛いにします。こんな状態でございます。まだね、全部入れたばっかで、ここから煮込んでスパイスで調整して塩を入れて、いきます。さて、だいぶいい感じになってまいりました。見てください。今若干味を整えてここから煮込むわけなんですが、冷蔵庫にあった野菜をちょっと付け加えました。さて、ここからコト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 煮込んでいきます。今どんな味かというと、まだえぐみがあります。これを、煮込んで塩で味を整え、スパイスをまたさらに足し、明日のお昼ご飯と。あ、腹減った。はい、出来上がりました。ポーク肩ロースのスパイスカレー友情バージョン、イエーイ。いただきます。あれですね、ココナッツオイルを入れていただいて、私ココナッツカレー大好きなんで。ココナッツミルクも入ってます。あ、ミルクも入ってんだ。でもココナッツには厳しいんで。私ね、スパイスはカルダモンとか、もともとクミンとか大好きなんですよ。カルダモンがね、ふわってくる。なんかこんなんじゃあかんな。なんかちょっとゆうとさんの気持ち分かったな、このこっち側の気持ち。何したらいいか分からん。お日様ニコニコ声かけた声かけた声かけた。